こんにちは、りょうこばあばです。今回は冷水との40番でこういうミニミニのねリングを編もうかなと思います。まあちっちゃいのでハンドメイドの材料のね一つにもなりますし、例えばピアスとかイヤリングのこう輪っかになったのがありますよね、ようね。それでこういうのもいいんじゃないかなと思ってちょっと編んでみたんですけど、ドーナツ型に編んでね、中に綿をこう詰めてるんですけど、今回はこれをちょっと編もうかなと思います。これは冷水との40番なんですよね。それのアイボリーですね。これはダイソーさんでね買った、冷水とリゾット40番ですね。アイボリーと書いてありますね。でレース針が6号から8号。今回は6号でね、編もうかなと思います。編み方としては、まず鎖編みを20目しますよね。それを輪にします。で、輪にした後に1段目に、細編みを20目、1目ずつ細編みを入れます。で、次の段は30目、10目ずつこうね増やしていきます。だからその編み方はね、ここに書いている通り今からね編むので、と片方だけね編んでるんですよね。でもう片方編んで、合わせてここ端々をねまつっていくんですけど、今からもう片方をね編んでいこうと思います。でこう立ち上がりのそばら辺からね編んでいきますね。この鎖編みが20目ありますので、1目ずつこれを編んだ時と同じように鎖編みに、あと片方のね反対側に鎖編みしてるので、この1目ずつに鎖編みの目1目ずつに細編みを20目編んでいきます。立ち上がったところの最初の目から1目ずつ細編みをします。目がね40番ですから目が小さいですよ。だからちょっと見落とさないようにねしてもらったらいいと思います。18、19と一目ですね。20目編んだら最初の目に閉じます。これで鎖編みのねところに20目細編みを編みました。そしたら
この二重目編むときは表に編み図をね、編んだものを表にしてから米をすくってくださいね。そしたら次の段ですね。今細編み二重目を編みつけたので一目立ち上がって一目に細編み増やし目、これをね10回するんです。みんな10回ですね。細編み増やし目を10回します。で根元に細編み、次の目を増やし目で細編み、次の目を増やし目、次に細編み増やし目。こんな感じでね、これをこの編み方を10回して一周してきます。30目編んできました。ただ次ですね、次は40目になりますね。10目増やします。編み方としては細編み編んで増やし目細編み、これを10回ねします。立ち上がって根元に細編み、次の目を増やし目増やし目細編み、細編み、次の目を増やし目で次を細編み、細編み一目ですね。これをねずっと繰り返していくだけです。細編み増やし目、次が細編み、こんな感じでね一周します。目がちっちゃいのでね、目を落とさないように、目をね外さないように一目一目こう確認しながらね一周されるといいですね。40目をね一周してきました。そしたら次は50目にしますね。50目ですね。また10目増えますよね。そしたら編み方は細編み細編み細編み、次増やし目、これをね10回繰り返します。立ち上がって根元に細編み、次も細編み、次も細編み、次で増やし目、細編みを3回して4回目に増やし目ですね。細編み細編み細編み、次が増やし目、これをね一周します。最後4目に残ったので細編み細編み細編みで最後の目を増やします。次にこれで50目になりました。で最初の目に引き抜きますね。そしたら今編んだ糸は閉じますので、ちょっと長めにね、途中で足らなかったら嫌じゃないですか。だからどのくらいしとこうかな、まあ、30センチ弱ですね。30センチぐらいかな、こう残してカットしときます。こんな感じでね、編み上がったらこんな感じになりますので、こうね、こうしたら裏側になってるんですよね。だからこれをひっくり返します。片方だけ、片方だけ中にこう穴の中にこう入れて、こんな感じで。ドーナツ型にしますね。これをねこうまつりながら綿もこう少しずつ入れて、こっちのねミニミニリングになります。今からねまつりながら綿を入れていきます。今からまつっていきますね。だいたい、まあ、両方とも50目50目なので1目ずつ
内側の1本だけをね作りながら祀っていきます。その時にですね、針は、普通だったらニット針の小さい方を使うんですけど、これですと冷水と40番ですので細いですよね。だからちょうどね刺繍針がね家にあるので、刺繍針に通してねこう細い糸はね糸始末とかはしています。目が細かいからね見えづらいんですよね。はい、まあずれてもね大したことないからいいんですけど、なるだけねずれないようにしようかなと思ったら、感じでね一目ずつ内側の一本ずつをすくいながらね、もう少し待ってから綿を入れますね。ね、ミニだから綿もね、そんなたくさんは詰めなくていいんですけど、ちょっと膨らむぐらいね、こんな感じで入れていきます。手前の1本ずつを開いながら移っていきます。そして途中でね綿を詰めながらいきます。もう最後の祭りなんですけど、綿をね詰めてから最後の目を閉じます。詰めすぎてもねパンパンになるので、程よく均等にね詰めたつもりですけど、こんな感じで祭り終わりました。糸が通らない。ごめんなさい。こんな感じでできました。これをね、ちょっと2個作ればピアスとかイヤリングのね材料になりますので、こういうのもいいんじゃないかなと思います。
まあね、40番ですのでやっぱりちっちゃくできますよね。で編む時もね、目がちっちゃいから目をね落とさないようにこう一つ一つね確認しながら編んでもらいたいですね。で大体出来上がりがですね、大体 2.5 センチですね。幅が 2.5 センチあります。厚みは 0.5 センチぐらいかな。大体厚みは 0.5 センチぐらいあります。こんな感じで今回はダイソーさんの、レース糸で40番のねレース糸でミニミニのねリングを編んでみました。これをねもうちょっと大きい糸とかで編むとなんていうんですか、飾ったりするリース、今ちょっとここにあるんですけどちょっと見せますね。よいしょ、こんな感じですね。こういうのも編み方は一緒ですね。まあ大きい糸なので目数もまた違ってくるし、編み方は全く一緒です。編みながら綿を詰めてこうね、ここで閉じて、こんな感じでコットン糸の大きい糸で編んだらこんな大きいのができますね。今回はね40番の細い糸で編みたかったのでこんなして編んでみました。ハンドメイドのね材料の一つになると思います。では今日はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。